青い恐竜がバイクで疾走、マリオカート8。どうもヌヌです。マリオカート8始めていきたいと思います。一人で、グランプリの 100cc でいきたいと思います。もちろん青ヨッシーでいきます。クッパシップっていうのが追加されましたが、今回で乗っていくのはもちろんマッハ GP ですね。こちらで行きたいと思います。前回はコーラカップを遊びましたので、今回はバナナカップに進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。バナナカップゲームキューブカラカラ砂漠進んでいきます。はい、スタートダッシュに失敗しました。相変わらずですね。さあやっていきましょう。はい、アイテムボックスも取り逃しました。そしてコインも取れず踏んだり蹴ったりで、前にはキノコが走ると。やっとコインが取れたと思ったらアイテムボックスのコインです。ありがとうございます。このコインをいただいていきましょう。スーパークラクションを手に入れた。はい、というわけで2周目入りました。スーパークラクションを維持したまま行きたいと思います。よいしょ。はい、3周目に入りました。平和ですね。あっ、雷はないわ。スーパークラクションも落としちゃいました。せっかくの防御策だったんですが、防御できないやつで攻撃されましたね。やめてー。はい、次のコースへ行ってみましょう。バナナカップスーパーファミコンのドーナツ平野さんですね。よし、コインも順調に取れて OK ですね。よし、
スーパーファミコンのマリオカートは結構遊んでたんですけど、あの頃は難しかったですね。あ、前投げちゃった。よし、はい、次のコースへ行ってみたいと思います。バナナカップ Nintendo64 ピーチサーキット進めていきたいと思います。あー、加工裏来ちゃったー。まあ、なあ、危ない危ない。
はい、次行ってみたいと思います。はい、バナナカップ 3DS DK ジャングル。はい、2周目いってみましょう。よし、3周目。うわ、飛んでる時に雷ひどいな。はい、というわけでバナナカップ、1位で星3つでクリアいたしました、今回はここまでにしたいと思います。チャンネル登録、高評価等よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。